最初聞いた時にまずこれからもし期間を決まってしまったらまず何をしようかなっていう計画を立てなきゃってショックというよりはともかく限られた時間があるんだったら何ができるかなって逆算の生活計算を始めました。逆に担当医の先生の方が驚かれててここでそう淡々と聞いてる人もあんまりいないかも逃げてる場合ではないし、はいはい、とりあえずもう先生の話をプランの話を伺って前向きに治療に取り組むこととあとはだから子供が1人おりますので、はい、今ほとんど2人暮らしなものですから、うんうん、1人にしちゃったら大変なことになってしまうし、うん、なっても大丈夫なようなプランを考えなきゃなって昔その前でしたら結構面倒くさいことは後回しにはしてたことが結構あったんですけどもうそういう病気を聞いてからはもう先はないよね今だよねってそれこそ林修先生の今でしょ今でしょ今やらなきゃうん何事もなくなるべく前向きにやろう、うん、苦手なもんでも嫌いなもんでもやらなきゃうん時間がもったいないなってすごい時間気にするようになりましたへえ今自分が入院していた病院のボランティア活動ちょっと元気になってきたので、はい、対子がん患者の方に月1回クラフト細工のボランティアが来てましてで今度逆に自分が作る側ではなくて一緒にお手伝いをして作りましょうっていう立場になったりとかあとはもともとちょっと興味を持ってたカウンセリング関係の勉強をしてちょっと今そっち系の仕事をさせていただいたりとかへえやっぱり入院生活長かった中で同じ病室の中の患者さんを見てるとやっぱりお医者様って神様みたいな感じの方がやっぱり多いんですよだけど私はお医者さんは神様ではないし同じ人間なので当然失敗もあるからなるべく先生担当のお医者さんにしても多分知りたいと思うんですよ患者さんのことを治療はするんですけどもその気持ちも知りたいでしょうし何をしてほしいのかってことも多分知りたいはずなので私は担当の先生とはともかくいろんな話をプライベートな面も話をしましたし辛いとこもその人にしか言えないことも話をしたのでもしこれから先そういう方がいらっしゃればなるべく先生方や、まあ、担当じゃなくてもいいんですけども自分の辛いうちとか希望は話した方がいいかなってその方が、うん、治療にしても精神面でも支えてくださる方がいっぱい世の中いらっしゃるのでその方がいいかなって。